え、もう映ってんだよ、ホリピー。もう映ってますか。もう映ってるよ。じゃあ、やっていきましょうか。電気ついたけど。始まりました。始まった。今日はえらい、遠いとこまで。いや、何もないのよ。鯉のぼりやな。鯉のぼり。今日は何ですか。大好きな、大好きなイカちゃんや、イカちゃん。まあ、食べて美味しい、つって楽しいイカですけど。よたき。よたき。あれなんかみんな言うけど、エロそう、エロそうに感じ。よたき。イカメタルの今日は大先生をお連れしてるんで。映してあかんして。まあ、半分は映していいと思うんですけど。そうな。逆光にしといたから大丈夫。まあちょっとタックルバランスとか話してもらいながら気持ちいいとこを引きつつ。やっていこうか。はい。やっていきましょうか。まあ釣れるところまでスキップやな。もうちょい多分時間かかるんで。集めてからね、ちゃんと安定したの取れてから行きます。どういうあたり、これ難しいですけどね。まあ入っていくティップがプッて入るようなやつと、こう跳ね上がるようなやつと、大体その2種類がメインちゃいますかね。まあ波で揺れてるんで細かく。ちょっと言い訳言っていい？はい。超ショートロって当たり分からへん、この波。何フィートですか？58のイカメタルロット。専用ロット。専用ロット。リールが言われへん。なんてや。あ、今当たった。円月プレミアム。円月プレミアム。左巻き。左巻き、そこはいいっす。左巻き、右巻き理論みたいなのもあるけど、どっちでもいけんだよ。イカメタルは利き腕じゃない方で巻いた方が楽な気するな。当たり、こうやって固定するのは利き腕の方がやりやすいやん。どうしてもね。だから買うんやったらそっちで慣れた方がいいかな。で、大して引く魚じゃないし、魚って引く対象魚じゃないし。何、引く対象魚ちゃう。引くターゲットでもないし。はいはいはい。今何メートルですか。言われ。なんで？相性。なんで？17メートル。あれ？17メートル。僕が22。当たったか？あ、魚当たってきた。跳ねた。もうちょっと上やな。入れ。入れ。それ絶対しんどいって。みんなここでやるやん。これできへんね、逆に。ここ、これ、これできへん。やばい、しんどいっすよ。当たったかな。当たるんかい。魚。いや、今のイカパンチャーの方で。パンチか。18ぐらいかな、結局。そうやな、今の19。何、泣いとるやん。絶対長い方が楽やと思うんですけど。短いのめっちゃしんどいもん。しんどいこれ。
営業していさせることができない。ずっとふわふわ。そうそうそう。体と手で合わされへん。超難しい。ああ結構斜め。上下してるのにティップがこうなってる。これやと大抵けへんのですよね。見た今ティップ。これなんだ。そうそれ魚でしょ。魚ライナーとか。調子悪いですね。あれ悪いな。焦りが出てんねん。焦りが出てんねん。絶対カラー買いすぎや。ちゃう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 。焦りが出てんねん。な、え、自分から力入ってんねん、肩に。あー。力入ってんの。さっきがどうこうってやつですね。そういう時も。それは中国3000万年の歴史がある。ちょっと待ってよ。めっちゃ入らへん。うわ終わった。さようなら。見ておいて。グラップラ。そんなんせなあかんか。あ、ついた、ついた、ついた。16m。 あ、めっちゃ楽これ。やばい。それは長い方が楽やわね。あれ入ったか今。すごい魚の量やな。ちょっとワーム投げたくない。一撃やろね。あ、魚やプルプルプル言うてる。誘い方は、誘い方でもいろいろあるでしょ。シェイクもあれば29、やっぱちょっと深いっすね。まあアクション誘いもあれば、まあジャック的な上げるやつも、誘い上げもあれば、誘い下がりましたね。そうですね。29ね。とりあえず感度的には 450m ぐらいまで探ってもらった方がいいと思います。そんな下まで行かなあかんか。何メーターですか？30か。ちっちゃい。ちっちゃい。いやでも全部サイズちっちゃいからね。見えてくる。見えてくる。あら上っすね。あれ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 。めっちゃしんどいもん、短いの。これでも長い。長いんすかこれ。もっと長い方がやりやすいな。今30。今の結構オーソドックスな引っ張っていくやつ。結構ゆっくり出てた今。スーって持っていった。かわいいサイズやな。あのあれ白い。一匹で、一匹逃げようと。引いてる。死んだやつ順々に入れていこうかな。30。
車でかいやん。それは無理やな。まあまあいいさ。めっちゃでかいっすよ。30メートル。あ、乗った乗った。それええサイズ。持ってますね。俺が連れてきたイカ取りやがって返せ。さあ俺の連れてきたイカ取りやがって返せ。うわざまみやがれ。背伸びしたわ今。そんな伸びなあかん。ちっちゃいでも上でかけたらそんなに出かないな。一本やった。18メーターまで落ちたらシェイク。あら、ついとやん。あれ、うわー急にダブル。ダボダボ1匹やん。うわダボダボナイスダボ。ヨー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 絶好調。出せ、糸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 、やっぱ黄色に変えすぎとは。おおあれ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 遊んでるぞ。手離れた。ヤクルト。おーナイス。いいヤクルト。うわーフラッシュしとるわ。フラッシュしとるで。今だいたい18から5とかそんな思うんですね。黄色に変えるもん。黄色かなやっぱ。かも知らんねこんだけ差は出んねやったら。しかも今のフォークやったからな。今回収しようと思ってマコードがついとく。一番なんか釣った感ない釣りやった。ついてたってやつね。釣ったんじゃないって。入った。15。うわうわうわ。なんか袋余ってないですか。これに入れていいですか。ありがとうございます。高いって。環境問題すごいな。ジンバブエドルでもそんな取らへん。でかいやつよ。うお、めっちゃでかいこいつマジで。この辺も入れとこ。やっぱ当たりやった。今の完璧取れてたわ。でもちょっと釣ってる本人は分かせへんかった。
誰やったかなと思ってしゃくりで誘い上げてこようと思ったら連れてた、うん、でも好きな思い出で連れたからよかった、ね、めっちゃ笑顔やちょっとよかった、ね、でもあの真下で連れるサイズちっちゃかったやんか、はいはいはい、で、あの境目ぐらいにキャストして探り入れてきたらまあまあええサイズ、ほらかわいいええサイズやろさあ今日のゲスト いいとこ見せんでほんま今落ちてってるところやからちょっと見とって落ちてってるところか呼ぶなよ呼ぶな呼ぶなこれねいやーやったぜおらおらってやったった口悪っあー船長も乾杯おら何やっと 50m 落ちただけ釣れすぎなはぐらいですけどねほんまにそれで当たり出るはず出る寄っとこうか寄っときますよ今回しゃくり入れるどんだけしゃくんねんって言わなそれわからん、おもりが。15メーター男がおるな。50メーター、40メーター、30メーター。ああ、嘘。しゃくり上げてきた。どう？有言実行やった。いやー、ちょっと。ははー、有言実行やで、これが。あんまり追い切らんかった。いや、違う、今のな、ほんまにまたアクション入れようと思ったら、アクション入れたって同時に。それ言うたかんとちゃうからいやだって俺そこだけのそれほどの男やから、はい、あー来た来たイエーイはいはいおーいいやないですか黄色カラーが爆発うーわー爆発したよ今カメラ濡れるおいへ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 いいい色で今やってんのがオモリグまたメタルとは違う。またメタルとは違う。重り先行で沈んでった後追いで息が落ちてる。なるほどなるほど。シャクったらシャクったらこっちも飛ぶんで。じゃらじゃらじゃら。ラトルいいね。なんでラトル使うか聞く。なんですか。あのラトルってもう2回ぐらいイカパンティー頃かな。イカパンティーって言ってました。イカパンティーはいいよ。重りの説明が欲しいんですよ。まあまあ釣りながら。ラトル使う理由ね関西人やまあそうですけどねなんか騒がしいやつ来たらちょっとイラッとするそれと一緒でいいかもこの音ってどっちか言ったら興味本位で来たりとか、はいはいはい、威嚇とかもあるから、ね、なるほどなるほどなんじゃこれー言うてバコーって抱き抜くのパターンっていうのを想像してやる日本狩りやのにおかしな話やでなもうイラッチやねだからあのしゃくりにとってもめっちゃしゃくりすぎやんイラッチやねだから止めてられへん。ああ、我慢だならんという。今それラインが08、06、06か。06でリーダーが14やった。リーダーが14、06のリーダーが14ポンド。リールが2000万ぐらい。4000万。4000万 XG。4000万 XG の竿がオモリグ専用ロット。漢字インターナショナル漢字インターナショナルありがとうございますあの好きなだけで別にこだわりとかじゃなくて使いやすくまあまあ別に何でもね使えますからっていうのも結構出てるしはいはいまたどっちかがめちゃくちゃ釣れるっていうみたいな、うん、魚も湧きまくってるんでね例の 20m まで巻き上げてきたちょうどいいとこ見てこの独特なこの待ってる間の姿勢しんどいって絶対なんでかこうなった下で待たれへんなんていう目線がこの下に行くよりここで目線を下に行くからまあほんまに街の場所は人によって違いますからねで合わせるやん合わせるギューってなって
回ぐらい。はい、シンカーが今何回かな、15号シンカー、15号ちょっと軽めで、はいはい、まあスリーアンダーキャストね、あれれれ、まあこういうこともあると。あら、後ろの方ダブルヒットですね。ダボヘイ、ええー、な、素晴らしい。ダボええな、今日もアホみたいに釣れてるんで。ほんと、サイズも混じるし、美味しい、ちっちゃいサイズも混じるし、ええー、な、いっぱい釣れてるな。言ったよ、ホリッピー先に釣ったら調子悪い日や。まあまあそうですね。また同じ 50m ラインまで落とします。これキャストは何か狙ってるんですか。あの、沖の明暗、見た時にあの光が届いてるか消えてるかギリギリのところに投げて、あの向こう側におるイカ、はいはいはい、大概大型がいてるって言われてます。それを引っ張り出してこようっていう。まあこっすいな、こっすいで、ほんま。まあ重り具といえば大きさ、大きさ、イカメタルは数ってよう言われますけど、わけでもなくて、お前でも実際数釣りできるんです、まあまあ、ドラッグ弱いねんけど、めっちゃ、なんでなんでかは知らんけど、めっちゃ弱い、はいはい。今なんか触ったように見えたけど、ピンってなったよ。まあ一瞬ちょっとそんな気はしたけど。ドラッグちょっと弱すぎてしゃくり切られ、ちょっと深棚に当たったな今。深棚に変わったかな、もうちょい深む、深めでもええかなって感じ。まあ、周りのイカメタルの方と棚合わせていくっていうようなやり方。いや、そうでもない、そうでもないかな。みんなが釣ってる棚よりちょっと下狙ってみたりとか、上に逆にね、どっちにしろ探り上げで下から上に来るし、幅広く探ってるかな。手返し早いし、こうやって探ってた、はい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 。今しゃくり上げたんでも大体5メーターぐらいしゃくり上げて、あー、でサルカンからこのイカのリーダー部分が今1メーターぐらい、はいはいはい、ということは5メーターしゃくり上げてもイカがこうやってバーって公共周囲緩いの落ちていくんですよ、エギが、はいはい、バーッと落ちてたら1メーター落ちるっていう感じで、あ、イカ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 イかけていたよ今のベイト、なんか取ってる取ってる、後ろなんか取ってる取ってる、うわ、取られてる、やっぱ今日、やっぱ今日はメタルの日かもしらんわ。こんだけ、ね、結構広範囲に探るの当たらんっていうことは、追ってもその激しいアクションに渋くてついてこられへんかったりとか、食い気はあるけど、この横の引きじゃなくて縦の釣りの方が反応がいいとか、そういう時もあるんで、だから絶対に重り具だけで来るとかメタルだけで来るっていうのは間違いで、両方持ってくるのが一番正解で、またショートロッド使ってましたけど当たり取れへんくて置いてきぼりにされて、波がある時はロングロッド使うのが一番無難なんで、波がこうやって揺れてもティップが安定して長い分、はいはいはい、ゆっくりゆっくり揺れるだけなんで、ショートロッドやと短かったらビヤーってなって全然制できてへんし、当たりもわからんって、まあまあ好みとその状況に合わせてやっていくっていう、ほんまにショートロッドってテクニカル難しいやってて、まあ、脳汁出る方はショート、うわー言うやつや。さあ脳汁出そう。この尺ってかかるのが一番脳汁出んの。いい感じの汁、そう、汁まみれになるから。今尺ったよ、はいはい、めちゃくちゃ騒がしいと思う、水中ジャラ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 言うて、多分イカ散ってると思う、うわ散ったあかんやん。寄せていいかな、ラトルで当たったよ、ほら見た、合わせられへんから、でもシンカー抱く時もありますもんね、ある、ポンってイカパンチとか大体シンカーで、エギ抱く時は結構しっかりギューンって引っ張るような、うーん、難しいな、引っ張られたらビューンって入るみたいな、あ、実際ここでかけて当たりが出たら一番わかるんやと思うけど、やってるやつがベベで下手くそやから。まあプロではないんでね、メーカーの人間なだけで、素人や素人、メーカーの人間やから、メーカーの人間やったら上手くないとあかんって多分世間的には思われてるけど、全然全然全員がそうじゃないんでね、うん、上手い人もおるし得意な釣りもあるんで、ちょっと難しいですけどね、ちょっとなんか全体的に釣ってるような気がするな、
ちょっと深棚かな。上で当たってへんな。じゃあちょっとまた仕切り直して。見た見た。え、触ってた今。あったら多分魚に当たっとったよ。ベイトね、今日湧きまくってるからほんまに。なんでやろな。なんでそんなに超過に差が出んのかな。まあまあちょっと仕切り直しましょう。うん、ちょっとほんまに探り直してみようかなっていう感じかな今は。じゃあ一旦ここでカットしまーす。切らんとってよ。さよなら。ほら、おもり具で。あれ？もういいっすよ。4回目ぐらい。はい。はーい。